9月南美濃亜村のドラッグストアで現金およそ300万円が奪われた強盗事件で警察は愛知県の男2人を逮捕しました強盗などの疑いで逮捕されたのは愛知県三次市の運転手田中和幸容疑者と派遣社員田中和俊容疑者です警察によりますと2人は9月南美濃亜村のドラッグストア松本清稲インター店で 女性従業員に刃物を突きつけ金を出せと脅し現金およそ300万円を奪って逃走した疑いです店は閉店後で女性従業員にけがはありませんでした逮捕された2人は同居する親族で捜査関係者によりますと和幸容疑者は南信地方に住んでいたことがあり土地勘があったとみられます警察は捜査に支障があるとして 2人が容疑を認めているか明らかにしていません。